はいどうも、りょうへいです。そしてゆうぽうチャンネルのひろとです。はい、よろしくお願いします。はいね、今日本当は会う予定じゃなかったんだけど、はい、俺に会いてーって言ってくれたっていう、まあ、冗談はさておいて、今ちょっとカメラの反対側に葵さん、走る葵チャンネルの葵さんもいるんですけれども、はい、ミットを持ってきてくれて使っていいよっていうことだったので、ちょっと、それを使わせていただこうかなと思います。そのミットが、はい、こちら。まず見てヤバくないですか。ヤバい。こんなミットを使わせていただけるなんて。はい、でまずちょっと紹介していこうかなと思うんですけど、こちら水のプロの D アップゾーンっていう、ビッグ M じゃないみたいなんですよ。 D アップゾーンっていう初代水のプロのキャッチャーミットで、大井さんのご知り合い、ご友人の方から使っていいよということで大井さんに渡って使わせていただこうと思います。で型自体はちょっと浅めの型、ウェブにプレートが入って負けないよっていう強度も良し。そうですね、まあ、今で言うと水野さんで言うと住谷選手ボールのイメージだと思う。結構浅い方です。はい、自分感じたことはめちゃくちゃ浅いですね。うん、はい、自分結構ボックス型のキャッチャーミット使うんですけど。そうですね、畠山もそうですね。そうですね、あんまり感じたことない感覚です。うん、僕逆にこういう型の付け方するんで、僕はこういうの好きだなっていうのは、はい、ああ確かにそうですよね、はい、でこれキップレザーの、言うたらこれ30年ぐらい前のミットらしいんですけど、それでもキップレザーっていうのはまあもう出てたと。やばいですね、はい、これで持ちがいいって。そうですよね、やっぱキップレザー柔らかいんで、さすが無地のプロだね。はい、じゃあ続いてなんですけども、こちらどこ見たアトムズって書いてあるんですよ。そうですね、アトムズって書いてある。はいはい、なんでこれアトムズの公式用の練習ミット、練習トレーニングミットっていうんですかね。試合で使うよりかは、まあ、ちっちゃくはないけれども、まずすごい軽いんですよ。えって思うぐらい軽い。で、なおかつ、これはまあ、大江さんの片付けでボックス型になってるかな。ああ、そうだね。ちょっと広めなんだけど、でも、軽いから、まあ、正直言ったらストッピングの練習だったり、キャッチングの型を覚える練習っていう。ああ。なんかはすごい向いてるミットだなっていうのは思いますね。こちら、アトムズさんから販売されてるみたいです。ちょっと僕、初めて見て知らなかった。自分は初めて知りました。はい。いや、めちゃくちゃ軽いですね。本当にハンドリングとかショートバンドで取る時の練習になります。そうね、まあ、あと握り替えの練習とかに、はい、なりやすいのかなって。まあ、ただやっぱ試合で使うにはちょっと強度弱いかなっていう、ちっちゃくてあんまり、はい、あるので、今ここ笠山スポーツセンターなので、はい、ちょっとキャッチングしていこうかなと思います。はい、それではやっていきます。はい、ということで最初ヒロトにまず5球5球取ってもらいます。めっちゃずっしりきます。あー、はいはいはい、はい、OK です。はい、はい、じゃあミップどうか。あー、考えて全然違う、考えて全然違う。はいはいはい、あーちょっとはみ出る感じがしますね。あーそう、あそう、はい、あじゃあちょっと僕もこっちから使わせてもらいます。ハンドリングの練習には確かになりそうですね。はい、いいね。だからこういう練習だよ。はい、縦取り、縦取りの練習したりとか。はい、じゃあちょっとプロ変えます。あー、なんかね、公式向きのミット。はい、はいはい、ずっしり来ることは来るけど痛くは全くないから。痛くない。あやー、おほー、爆音ヒップすげーな。あやー、はい、ということで今、まあ、10球ずつぐらい受けてきたんですけど、水のプロなんですけれども、まあ取りやすい、まあ取りやすいです。なんて言ったらいいんだろうな、なんか自分も高校の時こういう風な、はい、畠山の M2 型っていう、まあ、それも浅いミットでここにプレート入っててっていうミットを使ってたんですけども、に近い、やっぱあの親指をこうする取り方って言うんですよ。こうじゃなくてこう、自分が GS の肩付けした、感じに近いかなっていうのがあって、で、わかるかな、
ここに擦れてるところがあるんですけど、やっぱりあのちゃんと親指のここのくぼみ部分で型ができてるので、はい、でそこで取れば結構どころかめちゃくちゃいい音になるなっていうのがありましたね、はい、でまあやっぱりちょっと使い込んでるので、あと、まあ、水のプロってことで重厚感はあるんですけれども、はい、これ取ってたらピッチャー気持ちいいだろこの音で取ってたら絶対気持ちいいです。さすがの水のプロっていう感覚です、はい、自分はめちゃくちゃ浅いイメージがあって、本当に結構ずっしりくる感じもあったんですけど、はいはいはい、まあ、取りやすいかなって感じです、ね、はいはいはい、まあ、たまにキャッチャーやるけど、はい、あれでもね、そんな浅い普通のグローブも浅いの使うタイプじゃないもん。そうですね、結構深いタイプのミット使うので、うん、まあ、じゃあ続いてこちらのアトムズのトレーニングミットなんですけれども、まあ、思ったのは、まあ、まず軽い軽いキャッチャー成り立ての、あ、高校生だって、とか中学生とかで、まあ、今までキャッチャーやったことなかったけど、結構多いです、まあ、僕もそうだったんですよ。高校2年から1年か高校1年途中からキャッチャーやってたんですけど、はい、っていう時にはあのすごいやっぱ、アームの球受けてたんですよ、バッティングマシンの。なんでそういう時ってやっぱどうしても疲れちゃって、はい、結局きますね、うん、結局形がどんどん悪くなって取っていっちゃうっていうのがあるんで、こんだけ軽いミットで操作性がいいとそういう練習すごいしやすいのかなって、あんまりキャッチングの癖がつかないっていう、そうですそうですそうですっていうのがあるのでいいなっていうのはすごい感じましたね。そしてユーコンチャンネルの、動画概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです、はい、デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。ひとへい TV T シャツ販売、走れおいチャンネル、おいくんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。